こんんばはでございますお盆も終わりますね。というか、月曜日だし、普通にまあ仕事だったんですけど、なんか完全にもう、お盆終わった仕事モードでいったら、世の中がお盆で、ちょっとギャップに苦しみましたけどね。なんでこんな電話ならねえんだと思って、言ったら、あ世の中まだ休みなとこが多いのね、と思って。とはいえ 今年のお盆はもう散々ですね、この雨で、えー。まあもちろんほら、被災された方もいるんでね、えー、全然もうそんなあ、ね、人たちと比べたらあれなんですけど、ちょっと仕事柄ね、あのー、自分の住んでるとこだけじゃなくて、いろんなところの天気がちょっとね、あのー、影響してくるもんで、えー、そう、天気予報と、 まあ、いろんな交通機関の情報とにらめっこしてうん昨日はそんなこんなで怒っちゃったしねそれとうんなんでしょうねあの会社のね、まあ、ちょっとえー、とてもあのー、こう重要,重要というか、まあ、大切な仕事をして えー、くれてる人がちょっと具合悪くなりましてね <laughs> えー、ちょっとしばらく離脱んされるかなえー、まあもちろんねあのー、その方が、えー、早く回復されてっていうのが一番なんですけどうんまあぶっちゃけ <laughs> その人の仕事もちょっとねやんなきゃいけないんで 大変になるなぁなんて思ったりもしてしょうがないんでねやりますけどえまあこのお盆はねコロナがまたえらいことになってきたしえお盆に雨の心配するというねなんかどんどん季節がね早まってるというかなんかずれてきてますよね ー何十年に一度のとか言うけどもう毎年じゃねえかとか思ったりとかねしたりもするしうーん自信もあるしね、えー、タリバンもあるしね <laughs> うん,なんかねちょっとこう、えー、考えはしませんけどね考えてもしょうがないんで。 考えたくもないけど、脳の中にそんな困難が出てきたりとかしてね。ちょっと、なんか気が重たくなっちゃった、お盆でしたけどね。まあそんな、状況だと、なおさらね、なおさら音楽にぼっとするんですよね。もうストレス発散ですから、本当に。まあこのくっちゃべりもそうですけど。 まあ時間のね制限が入ってくれば別ですけどもえーなんかますますうんあの楽しくまあ楽しく基本楽しくてやってるんですけどあの本当にストレス発散の精神安定剤という睡眠薬とか精神安定剤飲む代わりに音楽やってるみたいなとこあるんでえー、あの時間があればあ 音楽で自分を癒す時間が、とか回数がなおさら増えそうな気がします。この口紅も。はいうん、まあ、良かったですけどね。こういうのがあって。うんえー、今、外出れないしね。なんか自分のストレス発散の駆け口がなんかこう、複数の人とやることだったりとかね。どこかに行ってなんかするとか。 えー、もしくはんでしょう例えば外にお酒飲みに行くことがストレス発散とかね全然それを否定しませんけど、えー、とかねなんかそ,そういう感じとかだと今厳しいですもんねうんだからまあお家でできる趣味を持っていてよかったなとつくづく思いますけどね いいそんなこんなんもあってですねあのー、今日アップした歌動画の解説とかにも書きましたけども本当になんかねえー、うちの住んでるところはとかうちの県はとか日本はとかアメリカはとか飛び越してね本当に人類っていうなんかワードが頭の中にいっぱいになっちゃってうん人類大丈夫かみたいなねえー 心配したってどどうななるもんんじゃないんだけども人類の心配する前に自分のねの仕事の心配し,しなきゃいけないんだけどうんなんかそんな感じになりましてえなんとなく「さよなら人類」を弾のやってみましたけどはいこっから音楽の話にしようもう <laughs> えっとこの曲ねやってるんですよ一回どんくらい前だろう 1、1> 2年ぐらい前かな。単純に、あのフィンガーで弾いたら気持ちよかったんで、えー、こっちがうーん。やりまして、えー、まだね、あのギター部屋になる前、アパートでやってましたんで、えー、キーは一緒でしたけど、まあ音量は若干抑えめ、えー、かつ、うん。 まあ今日はね、そういえばそ、うそうそ人類、人類、人類、人類と思ってたら、そういえば、さよなら人類やったなぁなと思ってね、僕やってみようと思って、やってみましたけど、今日はだから、コーラスと、えあれ、ほらね、ついたーって人がこう、太鼓ポンポコポンポコしてるんで、ここはね、打楽器ときたらもうね、テイラー君の登場ですよ。私のギターコンガを入れまして。 うん何かいい感じになったんじゃないですかね、えー、ちょっとお気に入りになりました自分のカバーの中でも何の曲長いんでね長いし途中のなんかこう変調っぽくなるところがやたらなんかよく難しい音程だったりもするもんで、えー、前回カバーした時にもちょっとその辺をカットしたりもしたんで今回も、えー、前回のカバーした時の、えー、構成と同じような感じでね えー、やってみましたけどうんまあアコギもいいですよねあの昨日もあの米安のえっ、ー、と月ちゃんからもらったねあのアリスの古本の中に、えー、楽譜載ってたから、えー、米安の曲をギター一本で弾き語りしてみましたけどなんかやっぱこうサイクルでもありますねこう。 ベースめっちゃ楽しいわーと思ってベース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 を入れるとベースだけ入れたら浮いちゃうからバンドバンドバンドっつってえでバンド構成にするといろんな楽器入ってきて音をミックスしなきゃいけないからエフェクトエフェクトエフェクトとかっつってねえやったりとかそういうのがめっちゃ楽しくなってブンガーってくるとちょっと飽きるんですよね飽きるしくたびれるんでああなんかもう疲れちゃったから今日はギター一本でやってみようなんつうと 「ギター1本もいいじゃないの」って言ってね「でギター1本で何やろ?」っつった時に「アリスでもたまにはやってみるか」っつうと「アリスいいじゃない」っょって「アリス」をしばらく続くとかね、はい、そんなサイクルばっかりでございますけどはいまあいずれにしてもあのー、本当に、えー、ただ本当にね漠然と まあ、や,やることがある時代で、ね、いいんですけどね。<laughs> 音楽というものがね、えー。まあ、あの、見てもらえる、見てもらえる、見てもらう、聞いてもらうっていう式がそこにプラスされている今なので、えーまあ、やってても、ね、張り合いもありますし。ありがとうございます。と、あ、そうそうそう。なんかね、あの、 自分の動画に広告ついてるんですけど、あれは何ですか一体全体。全部じゃないけど。えー、ちょっと前の動画に、こう、コメントをもらったりとかして、あ、どんな動画だっけなんて思ってピッて見てみると、何個か、<laughs> 広告がついてるんですよ。あの、うざたいメルカリのやつとかね。<laughs> うるさいんだよ、あのメルカリのやつ。 メルカリが現れたみたいなやつね。えー、あれ何なんですかあの、当然私には広告料なんか入らないんでしょうけども、よくわからないんだよな、あの辺の YouTube が。別にいいけどさ。うん。えー、収益化。それを狙ってるわけじゃないですけど、えー、再生時間はもうちょっとで4000時間いきそうです。 もう、おとともさんの、なんだあの、登録者数とか、あのー、見てる方、も4 0時間行かれてるおとともさんいい、いるでしょういっぱい。えー、あれは減ることないんでね。えー、1000人がね、なんつったって、高い壁ですけど。まあ、あの、それは目的にはなりませんけど、別に、1000人になるに越したことはないし。 えー、広告収入入入る状況になるに越したことはないんで、はい、うちの嫁ちゃんは頑張ってって言うけどねあのそっちに向けて、はい、まあフルもフルでありかと思いますけどなんかよくわかんない口ぶりになったけど、えー、まあいずれにしても何とも言いますが音楽で救われてますわ本当にはい引き続きよろしくお願いします はい、ということで、お盆も終わりました。あー、明日から本格的にね、うん、まあ、でもちょっと安定しない、えー、情勢での蓋となりますが、雨もまた降る、つってるしね、うん、本当にもう勘弁してもらいたいですね。えー、はい、まあ、降っても、明日は来ちゃうんで、頑張りたいと思います。ということで、えっ、ー、と、今日は、玉。 あの、さよなら人類、やってみました。ちょっとね、これ本当にいい感じになってるかと思いますんで、ぜひ聞いてみてください。はい。ということで、田村らでございました。明日からまた、盆分け、頑張りましょう。それでは、今日は、この辺で、おやすみなさい。